パパ、はい、始めますよ。はいよ。はい、お願いします。お願いします。はい、皆さんこんにちは、夏太郎です。こんにちは、タカです。今日の動画は挙式&披露宴費用総額発表。はい、ではまず気になる総額から発表していきます。275,881円です。おお。ちなみに呼んだゲストの人数は62人でした。はい、はい、ざっくりとした内訳としては、挙式と披露宴で258,2042円、ホテル利用料54,125円、お車代やお礼で合計100,000円、その他にちょこちょこ買い足したもので22,714円でした。あれだよね、結構お互いの親族とか呼びたかった友達とか、しっかりめに人数を呼ばせていただいた割には、なかなかしっかりコスパよくできたかなと思えております。よかったと思います。はい、では何にどれぐらいかかってるのか、もうちょっと細かくテンポよく発表していきます。では料理&ドリンク1,317,910円です。会場利用料198,000円、衣装と美容387,200円、写真&ムービー404,000円、お花148,000円、式165,000円、アテンダーさん33,000円、司会者さん77,000円、カラーコーディネート103,200円、ウェディングサウンド132,000円、アイサム申請料6,600円、引き出物と引き菓子195,185円、ペーパーアイテム86,938円、イミテーションケーキ11,000円、サービス料185,189円、リングピローレンタル1,100円。はい、これでかかったものを全部なんですけど、ここまでの合計が3,437,642円。はい、です。普通にやるとめっちゃかかるんだね。まあでもこれくらいが相場なんでしょうね。相場、そうですかね。ですよね。はい、なんですが、私たちはなんて言えばいいんだろう、ん、相談窓口みたいなところを経由で、相談窓口経由だったので、その相談窓口の特典で割引がいくつかついたのと、あとは、うん、結婚式場での割引も結構やってくれたんだよね、うん、そう。はい、なのでその割引していただいたものも発表します。まず写真とムービー関係の割引が347,600円、はい、です。挙式関係の割引が77,000円、はい、で、あとは特別特典新郎新婦衣装110,000円、お料理保証特典121,000円、当日ご成約特典200,000円です。はい、めっちゃ引いてもらえたね。うん、うん、そうだね、はい、100,000円近く。そうですね。というわけで、はい、最終的に挙式と披露宴としてかかった総額が258,042円です。イエーイ。はい、はい、ここまで抑えられたのには、計画をする段階でいくつか気をつけたポイントがあるので、この後それを紹介していきます。はい、はい、ここからはお値段以上に大満足な式のためのコツ5つをご紹介します。5つのコツはこちら。パパーン。こだわりポイントを決めておく。予算を決めて低めに伝える。見学は順番命。見積もりのもらい方で全てが決まる。メリハリをつけて計画をする、です。一つずつ見ていきましょう。
まず一つ目、こだわりポイント、絶対ここは譲れない、こうしたいというポイントを話し合って決めておくのがおすすめです。優先順位をつけておくとなおグッド。これを決めることでどんな式にしたいのか具体的にイメージしやすくなります。私たちの場合はおもてなしと家族とのつながりや思い出を大事にする一日にしたかったので、料理の美味しさ、それから思い出のドレスが持ち込めること、家族や友達の来やすいアクセスの良さと駐車場があること、最後に会場の雰囲気やサービスの良さという優先順位で会場探しをしました。思い通りの結婚式への大事な一歩。予算を決めて低めに伝える。結婚費用は見積もりよりもほぼ 100% 高くなります。あと忘れてはいけないのが、式場に支払う以外にも予算が必要なこと。例えば遠方のゲストのお車代やスピーチや受付など役割を引き受けてくれた方へのお礼、ウェルカムスペースの飾り付けなど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 、意外にもいっぱいあるんですよね。それも見越して少なめの予算を式場には伝えておくと安心です。我が家はこれで予算死守です。見学は順番命。かなり大きな金額がかかる結婚式と披露宴、勢いで決めてしまって後からこんなはずじゃなかったなんてことは避けたいですよね。イメージ通りの見積もりをもらったり価格の調整をしたりするのも初めてのことなのに、ぶっつけ本番で本命の見学に行くのはやっぱりなかなかリスキーです。見学は練習用最低1回、その後に本命の式場に行くのがおすすめかなと思います。本命ではないけれど憧れで一度見てみたかった式場で雰囲気も味わいつつ、一般的な見学の流れや見積もりの内容などをしっかり把握してから本命会場に見学に行くと、落ち着いて後悔しないように見極めやすかったなと思います。幸せの1ページなのに後でがっかり、ダメ絶対。見積もりのもらい方で全てが決まる。何も伝えずに出してもらった見積もりを見て、あふんふんふん、これくらいの金額ならいいよねと決めてしまうと、最終的な金額で数十万単位で誤差が出てびっくりな可能性があるのが怖いところ。お金の工面で苦い思いをしたり、憧れの一日なのに金額のために諦めないといけないことが増えたりするのは悲しいですよね。それを避けるために抑えたいポイントがこちらの5つ。ポッ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 パーン。料理は高めのコースで、衣装は平均より高めで、お花の金額ごとのボリューム仕上がりイメージを写真で確認。写真やムービーは納品方法とカット数を確認。持ち込み料かかるものと金額もしっかり入れてもらう。割と大きな金額が動くこちらの5つのポイントを、この金額でこのイメージと確認することで、こんなはずじゃんといういらないギャップを小さくすることができます。プラスして伝えると安心なのがこちらのフレーズ。ポッ。見積もりと最終金額の差をなるべく小さくしたいので、モリモリで出してください。そして余裕がある方はこれも言うと完璧です。ポッ。これ以上上がる可能性が大きいものとその金額を見積もりにメモさせてください。この2つは重要です。テストに出ます。メモしてください。最後、メリハリをつけて計画する。1から4までのコツを無駄にしないために、メリハリを意識して具体的な準備を進めましょう。かけたいところと抑えつつ満足な仕上がりにするところをしっかり分けて考えていきます。ちなみに我が家はこんな感じでした。かけたところは料理とホテル代、
それからドレスの持ち込み料です。料理は絶対に美味しいものをというこだわりがあったので、上から2番目のコースを選んでいます。次、ホテル。前日入りをする遠方の方へのお礼の気持ちを込めて、ホテル代はこちらで負担することにしていました。それから、私たちのゲストは62人中12人が0歳から12歳までの子供たちでした。なので、いつのおむつ替えや授乳など、あとは子供がぐずってしまったなどで駆け込める場所を用意することで、お母さんお父さんたちにも安心して参加できるようにしました。また90前後のおじいちゃんやおばあちゃんが、もし疲れてしまっても横になれるベッドが会場のすぐ隣の部屋なので安心でした。最後、ドレスの持ち込み。私は先にお嫁に行った姉と妹がいます。その2人も着た思い出のドレスを私も着たかったので、持ち込み料はかかりましたが、ここは旦那さんにも OK もらってかけることにしました。逆にお金をなるべくかけずに、それなりに満足にしたかったところがこちら。会場もナチュラルなデザインにすることで、ボリュームがなくても抜け感があっておしゃれな雰囲気にしていただきました。ブーケは1つ、ウェディングドレスの時もカラードレスの時も合うようなものを選びました。これだけで数万円ガッチリ。そして衣装、お色直しではカラードレスと旦那さんのタキシードも着替える方も多いかと思うのですが、確認したところ、着替えるのめんどく、着方役に徹しますとのことだったので、旦那さんはお色直しなしで行きました。10万円ガッチリ。それからペーパーアイテム、席次表やマスクケース、メニュー表、その他もろもろいろんなペーパーアイテムがありますが、まとめられるものはまとめちゃう。席次表とメニュー表、プロフィールシート、こちらを1個にまとめたことでかなりコスパよくできました。それからケーキ、生のケーキを作ってもらうとかなりの金額がかかりますが、イミテーションなら写真映えも実は最高です。コースのデザートもしっかりと量があるしいいよね、ということでイミテーションにしました。これだけで数万円ガッチリ。演出はなしにしました。久々に集まれた家族や友達としっかり話す時間と写真を撮る時間が取れて、逆に大満足でした。数万円節約なのに大満足。それからムービーですね。これは動画の編集を普段からやっているので、自分で好きなように作りたいなと思って、オープニングムービーとプロフィールムービー全て手作りしました。自分のできることで数万円ちゃっかり。はい、という感じでコツ5つを押さえつつ準備して、だいたい大満足な内容でこちらの総額となりました。はい、というわけで私たちのコスパよくやりたいことができた結婚式と披露宴の費用総額発表でした。お疲れ様でした。何か参考になったりためになる部分があったら嬉しいです。それでは、はい、見てくださりありがとうございました。ありがとうございました。いい感じいい感じなんじゃないかな。